次にお送りしますのはウェザーリポートのナンバーでバードランドです。バードランド、バードランドということは鳥の国ですね。違います。え、鳥は何も関係がないんです。そうなんですか。だとしたらバードランドの名前の由来ってどこから来てるんですか。1940年代から50年代にかけて活躍したジャズサックス奏者チャーリー・パーカーのあだ名がバードであったことに由来するんです。その名前の由来は諸説ありますが、彼の演奏が羽ばたいた鳥のように華麗だったなんていう説もあるそうですよ。なるほど、知識が一つ増えました。そんなバードランドですが、とにかく明るく楽しくハイテンションになる曲です。盛り上がっていく曲調にぐっと心をつかまれてから胸が踊り続けるような感覚はこの曲でしか味わえません。アルトサックス、トロンボーン、トランペットからなるソロにもぜひ耳を傾けてください。それではウェザーリポートのナンバーでバードランドです。Thank you.
りした曲はウェザーリポートのナンバーでバードランドでした。ソリストを紹介します。アルトサックス伊藤千佳、トロンボーン片桐心、トロンボーン岡崎梨沙、トランペット近藤真由、羽ばたきたくなるような華やかなリズム、楽しくて空に舞い上がりそうなメロディー、高揚感がすごいですね。わかります。皆さんも気持ちが華やぐような感覚をお楽しみいただけたのではないでしょうか。